エリザベス女王杯2020府中牝馬×リピーター。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外況データ編ということで、エリザベス女王杯2020をチェックしていきたいと思います。それではまず一つ目、過去のエリザベス女王杯外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のエリザベス女王杯でどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして二つ目、今年のエリザベス女王杯はどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではまずエリザベス女王杯2018年の傾向でございます。1着はリスグラッシュ、府中牝馬ステークス2着からノーザンファームシグラキで外球調整を行いました。そして2着はクロコスミア、府中牝馬ステークス5着から在給調整で2着に入っております。この馬は前年も2着でございました。そして3着モズカッチャンでございます。札幌記念3着からステーブル絆で外給調整を行っております。この馬もちなみに前年1着でございました。そして次にエリザベス女王杯2019年の傾向でございます。1着がラッキーライラック、府中牝馬ステークス3着から在給調整を行っております。そして2着がクロコスミア、府中牝馬ステークス5着から在給調整を行っております。ちなみにこの馬は前年2着で、その前の年も2着でございます。そして3着がラブズオンリーユ、オークス1着からノーザンファームしがらきで外球調整を行いました。エリザベス女王杯2020で狙うのはということで、2つのポイントを挙げさせていただきたいと思います。まず1つ目、府中牝馬ステークスからのステップは重要視ということでございます。2018年の1着リスグラッシュ、2018年2着のクロコスミア、2019年1着のラッキーライラック、2019年1着のクロコスミア、この4回該当しておりますので、ぜひ今年も注意してみてください。そして2つ目、リピーターはまた来ます。2018年2着のクロコスミア、2018年3着のモズカッチャン、2019年2着のクロコスミアということで、ここ2年しっかりとリピーターが来ております。全体的に見てもリピーターが大変活躍しておりますレースでございますので、今年もリピーターにはご注意ください。府中牝馬ステークスからのステップ、そしてリピーター、今年もこの2点に注目してみてはいかがでしょうか。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、週末に LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から一部で登録できますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。